ウルリッヒ・ミューエはドイツの俳優。日本では2007年アカデミー賞外国語映画賞を受賞した前期人のためのそなたで知られる。ドイツ民主共和国のザクセン州クリンマに各職人の息子として生まれる。兄が工房を継いだのに対し、彼は建設関係の専門学校に進む。兵役でドイツ国家人民軍に入隊しベルリンの壁の国境警備兵をしていたが、 医界用にかかり早期除隊した。1975年から4年間、ライプツヒの演劇高等専門学校で学ぶ。卒業後は、カール・マルクス・イコール・シュタットの私立劇場に所属するが、1982年に勧誘を受けて、東ベルリンの国民劇場に所属。1983年には、ベルリンドイツ劇場の団員となり、ゲーテのエグモントやレッシングのフィロータス、 シェイクスピアのハムレットなどの舞台に出演、劇団の看板役者になった。反政府デモで演説台に登壇したミューエ級東ドイツ時代には、シュタージの監視下に置かれており、当時の妻であった女優イエニーグレルマンがミューエの行動を監視し密告していたと言われている。1989年、東ドイツの共産主義支配体制が動揺すると、街頭に出て、反政府デモ指導。 さらには当局により上演禁止されていた作品を演じた。1990年の東西ドイツ統一後は国外にも進出し、ザルツブルク音楽祭やウィーンの舞台に立った。映画初出演は1983年。1989年以降は西側にも知られるようになり、ミハイル・ハネケ監督のカフカの城やファニーゲームに出演。2000年にはテレビ映画で ヨーゼフ・ゲッペルスを2002年のアーメンではユダヤ人絶滅を忠実に実行するナチス将校を演じ注目された。2003年には篠田正宏監督のスパイゾルゲにも出演している。そして2006年には前期人のためのソナタでシュタージの大尉を演じ数々の賞を獲得。世界的な知名度を獲得した矢先。 平役時代の胃界用手術が原因となって、胃がんを発症。アカデミー賞受賞式出席の直後に手術を受け、旧東西ドイツ国境にほど近い町バルベックで静養していたが、ガンであることをマスコミに公表した翌日、54歳で急性した。妻、ズザンネロタールと共演したネメシスが遺作となった。バルベックに埋葬された。最初の妻である、 舞台演出家アンネグレット・ハーンとの間に2時、1984年に結婚し1990年に離婚した家に、グレルマンとの間に、カズメ、1997年に結婚した女優、ツザンネロタールとの間に2次を設けた。2006年、映画、前期人のためのそなたの関連本に収録された、インタビューの中で、映画のストーリーと同様に、旧東ドイツ時代に、 元妻のグレルマンが、シュタージの非公式協力者で、ハツー、13というコードネームのシュタージ職員と接触しており、自分は妻に監視されていたと彼は告白した。これに対しグレルマンは、自分が気づかないうちに非公式協力者として、情報源にされており、結果的にシュタージに協力した形になっただけだったと、反論、この本の出版差し止めを、ベルリン地方裁判所に申し立てた。 裁判所はこの申し立てを認めて、本の出版を差し止めるとともに、ミュウエの構想を退りけ、ミュウエに対して今後彼女を、シュタージの元非公式協力員に呼ばわりすることを禁止した。直後にグレルマンは、病死、一年後にミュウエも亡くなった。ありがとうございます。